私のお父さんです。理由は、まあ、父が指導者じゃなかったら自分はサッカー続けられてなかったし、小さい時からずっとグラウンドでは指導してもらって、それがやっぱり今自分は一人でアメリカに来れてる理由でもあるので、お父さんはすごく偉大だしすごく尊敬しています。私自身すごく自由にプレーできてるし、また多くの人がこう私だったりチームをサポートしてくれてるので、その恩返しを早くできるようにしたいです。